こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。え今日は Amazon フレッシュ。まあ、日本でもサービス開始になってね。見たところ、も、ま、う、あ、これやっぱすごいなという、えー、サービスでした。まあ、衝動会のレベルをね、行き着くところまで行かせる仕組みだと。まあ、例えばちょっとすき焼きは食べたいなという時に、まあ、普通はね、えーまあ、近所のスーパーで肉を買ってきて、 まあすごいいい肉があればいいんでしょうけどまあ大抵はね、えー、そんなすごい肉とかあんま売ってないんでまありきたりな肉を買ってきてまあ普通に家庭の味のすき焼きを作って食べるというような形なんですけどなんとアマゾンフレッシュだとね今半のステーキが売ってますねデパートに行かなくてもアマゾンで買えばいっぺんにすき焼きの材料ね、えー、白菜やらデザートのいちごやら 卵ややらら焼き豆腐やら何でも届くと、ね、これはすごい仕組みだと思いますだからね、えー、新たなまあ顧客を開拓するというね今までねあんまりまあアマゾン別に使ってなかった人でも、まあ、こだわりのある浪費かせっかくだからじゃあね、えー、ボルドーのワインと合わせてインハンのすき焼きでね食べちゃおうかとかね えーまあ、買い物行ってね買い集めてくるのもめんどくさいし、まあ、店まで行くと遠いしとかね予約めんどくさいしという場合ねこれ家で思い立ったらすぐにね数時間でできる体制が整っちゃうっていうのはすごくいいなとでそういうね、えー、普通の人から見たらね、えー、バカみたく高い商品をね喜んで買うような人が、まあ、この仕組みを、えー、使うのにアマゾンに入ってくると。 アマゾンでもともと買ったことあるでしょうけど、まあ、めったに使わないのがね、この食品のためにこう見てくると。そうするとね、当然のことながら、ついで買いも増えるでしょうから、まあ、このアマゾンフレッシュのまあサービス、えー、浸透していくに従ってですね、えー、これは結構美味しい客がアクティブになる確率が高いかなと思いました、ね。安いって方向ではね、やっぱりやってないみたいなんで、このこだわりの商品がね、 数時間で届くという方にね、絞っていくんであれば、これは非常に面白いなと思いました。他にもね、最近アマゾンでは、アマゾンのね、チェックを、ID チェックが厳しくなったとかね、何やかんだで、何しろ、需要と供給の関係はね、ちょっと前にピークを打って、供給者は減って、需要は購入者は増えていくという方向にね、行ってる感じなんで、今後、 まあ、あるいは今年のホリディーシーズンあたり、まあ、非常に楽しみだな。何よりもね、今年始まる予定のオーストラリアアマゾン、えー、非常に楽しみだなという感じで待っています。まあ、アマゾンの戦略にはね、今後ますます目を離せないなという感じを受けています。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。